じゃあやっていきましょう。で、今回から中日ね、中日3連戦ということで頑張っていきましょうか。甲子園球場です。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。ドラゴンズはどうなんだろうね。中村のりとかまだいんのかな。首位のタイガー、ドラゴンズを迎えての3連戦です。解説席には田尾康彦さん、黒木智弘さん、このお二方でお届けしてまいります。ブランコ、どうぞよろしくお願いいたします。あー、タイドいなくなったんだ。ブランコって打ったんだっけ。覚えてないな、知らないな。もうまあでもな、中日の外国人って打ってるイメージしかないよね。あー、ダメか。今回はちょっとね、ブラちゃんをお休みにして、バルディリスっていうね人がいたんで、打たせて取る。今シーズン初めて顔を合わせます、両チーム。あー、ダメか、1点入んな、これ入んないか。お、これアウトじゃない。あれ、セーフなんだ。簡単に点取られたね。そしてクリーンナップへと、あ、これ盗塁か。モリ、黒いリンゴのランナー走ります。これは読まれた、アウト。二塁タッチアウト、盗塁は失敗。まあ1点2点と、いやだからやっぱ結局1、2番だよな。高めのボール球、手を出した。これはピッチャー正面、一塁で、バルディリスっていうのがいたんで、ショートゴロに終わりました。そして次の4番、あ、打ってんね。え、4本打ってんの。打ちすぎじゃないの。あ、これ打ちそうだな。やばいな、これ。まあ、三塁と一塁守れるっていうね人なんで、まあちょっとブラちゃんがあんまりパッとしないんで、どうなのかなっていう、お試しでね使ってみましょうか。赤星が出ればまだまだ。あー、ダメか。右か、右なら関本じゃなくて平野出しとけ。あ、いい当たりすぎた。関本結構いいよね。やば、簡単に終わったわ。和田はいるんだね。お、いいよ。一気に勝負してきました。さあ、今のプレイご覧いただきました。ミノルちゃんはなんだかんだでやってくれるんじゃないかな。そしてバッター野本、今日最野本、知らないな。バット連続写真、サウスポーが光ります。かっこいいね。次のバッターが藤井、右バッターボックスに入ります。あー、でもなんか顔見たことあんな。その後連続高めのボール打ちました。まあでも前作と結構変わってんね。新井が、あ、でも新井はミートの方がいいのかな。どこに当てとんだよお前。で、これがバルディリス、やれ。あ、行ったんじゃないこれ。おー、お前やるのか、お前がやるのか。ブラちゃんホームラン打たないから変えてみたら打ったね。まあでも長打なんだよね。だからでもな、どうなんだろうな。ブラちゃんでこんなに打つんなら、違うわ、バルちゃんでこんなに打つんならブラちゃんどうすんのっていうね。綺麗だな。ノムさん当たり綺麗なんだよね。さあ、ホームランの次はヒットを許した。あ、メンチ来た、やれお前。1回も打ってないけど出塁率は結構高いんだよね。お前ヘルメット脱げよ、お前本気出せ。これ三振のポーズいいよね。まあ、あの高浜に変えた方がいいかな、これ。
あー打ち上げるな。あーそうか、鳥谷長打だとフライ上がるねこれね。そういうことか。おっしゃ、ミノルちゃんやばいな。エースいけるかこれ。ピッチャーはもう打たなくていいよ、やめろお前。で問題は 1,2 番、これをなんとか。あー打たれるな。今作荒木がいいのかもね。これってさ走んのかな、荒木って足速いんだっけ。あ速いんだ、アライバーは速いんだね。あそうだ、打たり合わせて盗塁してたよね。3回の裏タイガースの攻撃。そうだわ、二人合わせて赤星に対抗しようっていう、そんな感じだったような気がすんな。赤星が出れば、おっしゃ出た。まだ調子いいよね赤星。まあ一応盗塁一回やっておきましょうか、縁起物なんで。あこれアウトか。んだからヒットエンドランの方がいいかな、どっちにしろ。そうだな、今回はそれの方がいいか。だから関本2番の時はそうするかね。これも長打でいいんじゃない、これやはり長打でやらした方が。ああダメなんだ、赤星じゃないわ。金本はやっぱりミートの方がいいのかな。これなんかあんのこれ、これ何があんの。ボール先行 OK。 バルちゃんどうしようかな。ブラゼルも見たいからな。バルブラで行くかな。3塁1塁、いやでもそうしたら洗い使えないんだよね。悩ましいな。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね、そういうゲームは我慢比べですね。4回の裏タイガースの攻撃対します。洗いはミートの方がいいのかどうか。まあ結局相手との何じゃんけんなんだろうからな。まあたまたま当たったっていうね。まあでも、ああでも3割打ってるよ野茂さん。野茂さんホームランなかなか。おセーフじゃない。あ惜しい。それはねピッチャー助けられました。はい、5回か。あんまりだよな、やっぱミートにした方がいいか。野本、これはヤマトじゃないな、加納と同じか。汎用の構えだね。藤井要所要所で板間が決まる。これもいい当たりだ。ショートです。取って一塁に送ります。一塁これは安定してんな。スリーアウトチェンジです。さあタイガース次の攻撃は下位打線からとなります。5回の裏タイガースの攻撃。でメンチが打たないのか打つのかどっちな。ああメンチダメっぽいな。変えるか。いやでもね浅尾が単純にいいっていうね。おわ、これはいけんじゃないか。二塁ツーアウトから勝ち越しのランナーが出ます。さあ中継間に合うか。ツーベースレフトへのツーベースヒット。まあでもツーアウトなんでね、赤星は得点圏打率はあんまり高くないとね。どうやら得点がなりませ
スリーアウトチェンジ。ゲームは5回まで終了しています。タイガース2得点に終わっています。この試合変化球中でもカーブの割合が多めになっています。ミノルちゃん頑張って6回の表ドラゴンズの攻撃、点取ってあげたいな。いいよ、バッター浅尾、うん、ここら辺は安定してるけど問題は洗い場だね。洗い場をどうにかしないといけない。お、初めて、これはでかいな。さあ今のプレイご覧いただきましょう。さて明日も今日と同じカードが行われます。熱戦の模様をご覧のチャンネルでお楽しみください。今日の試合変化球の何球ぐらい投げてんだこれ。結構投げてるよね。まあだからここら辺だよな、勝負したいよね。あ、これ落ちないか、ダメか。金本頼むよ。っていうか打ちすぎだよね。まあこんなもんか。洗いはどうだ、ミートの洗い。あ、今日はダメっぽいね。前回頑張ったもんね。まあこういう時もあるよな。井端71球か。これ完投できるよね。だから勝たせてあげたいんだが。お、バルちゃんいけ、いいよ。でブランコは無理しなくていいんだよ。これヒットかな、渋いな。和田は当たってないと。いや、これ来てんな、これいやらしいな。まあでもいけるでしょ、ボール先行。あー、これ勝負来たんだ。あ、おいしい。いや今助かったね、今やばかったな。でバルちゃんがどうなんでしょうか。可愛い目してるよね。さすがに打たんかそんなに。可愛いなお前。全然打てないんだけど。メンチかい、あー、うーん、メンチ、あー違う、やらかした。選手交代違うんだよね、ボタンが。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ここで試合は同点のまま8回へと入っていく。やばい、投手戦になってる。この回はここまでのドラゴンヒットは5本、1得点のちょっと上がります。打球はレフトへ。取れる、これはレフトが前に。オッケー、レフトフライに倒れました。甲子園は勝ちたいよね。あ、もう96か、そろそろ危ないかな。変えてもいいかもね、変えるか。代打来るんじゃない、来ないんだ。これは三振狙い、2アウト3塁。これボール先行。あー、やらかした。そういうことか。今のは俺のせいだ。勝たしてやりてえな。三振狙い、オッケー。あ、これ1点入んのか。お、メンチ投げた、いい球投げるね。ここは一旦落ち着きましょうか。お前ならやれる、やれるよ、頼む。おっしゃ、ミノルちゃんごめんな。接戦が続きます。いや、どっちのチームも穴がないですね。展開を読むのが
さて、お変わったね。右か、左、前回から全然打ってないからな。打ちたいよね。変わりっぱなは打てる。ダメか。あ、だから違うんだって、もうボタンが違うんだって。俺指示のとこから選手交代できねえかな。何回おおこれ二塁だ二塁だ二塁だ、いける、あ、いけないか。これはヒットエンドラン。あの、いえ。あー、ダメか。しかしこれはショートが抑えています。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。1点を争う好ゲーム。9回の表ドラゴンズの攻撃、4番からの打順になります。ミノルちゃん最後まで頑張れ。さあこれは入れたい。これはサードになります。お、大丈夫か。アウト、アウトです。そして次の5番、まだ右のバッターボックス。2割3分7厘。センターへの進歩。これで負けたら俺のせいだからな。あー、岩瀬打てないな。ストッパーの登場となります。打順が移ります。やらかしたな。今の取れんか。ライトへのヒットが出ました。盗塁。さあドラゴン、このファーストランナーがスタートします。大きくウエスト。足遅すぎ。クロスゲームは1球1球に注目です。そうですね、特にピッチャーの攻めどころ。岩瀬初めて見るね。最終回注目のピッチング。似てるよな。9回の裏、試合は最終回まで来ました。この回クリーンナップから攻撃となります。金本、ストレート、真っ直ぐの球、打てないよ。これは俺がやらかしたな。あ、フォアボールとかあるんだ。これは、バル、野村、あ、そうだな。見ていけ。お、全然違ったけど。セーフになったな。危ない。これはね、勝負。勝負したら敬遠だよね。で、ワンアウト満塁で、スクイズで1点みたいな、そういう汚いことしていいのかな。野村、監督の期待に応えられるんでしょうか。これ敬遠してくるよね。どう？あ、してこない。あ、してくるよね。打つんか？おー、いいよいいよ。結果オーライ、結果オーライ、結果オーライ。さあ、ショート中継する。人になる。いや、メンチじゃない。いや、メンチか？あ、だから違うんだって。ボタンが違う、もう嫌だ。ボタン違うんだって。積極的に行きましょうか。やれ、打て。あ、あ、今度もいい当たり。これはもしかすると、マジかよ。幕切れは劇的でしたね。そうですね、今のはじゃんけん勝ったのかな。すごいですよ。ファンの声援も耳には入らなかったんじゃないかな。終わり良ければ全て良しと。さあお立ち台です。メンチどうなんだ。さあ東打のヒーローが呼ばれています。まず東のヒーロー、その投球成績なんです。先発の登板9回、いや、さあ、いや、だから逆もあるってことだよね。そうで、藤川は前回打たれたもんね。あれだから、ああなったらでもどうしようもないのか。だから読み勝たないといけないんだ。あ、だからミノルちゃん勝たせてあげれたね。バルディリスとメンチが結果を出したんだが、赤星の盗塁最初ミスだよな。で、金本がダメだった。まあそういう時もある。で、洗いもダメでした。
まあ前回良かったもんね。ね、5番と7番が頑張った。あ、でもノムさんも頑張ってんだよね。うん、5、6、7、トリラにもダメだった。メンチ面白いけど、いやでもあれ読み勝ったから打ったってだけだよね多分。でもね、読み勝っても打てるかもわかんないからな、難しいか。まあいいでしょう。いやーこれ逆の時が絶対あるんでたまたま読み勝ってるんで勝ってるだけなんでね。この後不安だな。はい、というわけで気分がいいうちに終わりたいと思います。お疲れ様でした。